取ってポイントガードテーブスカイ、ロシターとやり合っています。ここからテーブスカイユーロステップを踏みながらコートからのシュート、今のステップは上手かったですね。国籍だったんですけど日本に帰化して日本代表でもプレーして、え、日本をワールドカップ出場に導いた、貢献したこともあります。まあ、B リーグではこの帰化選手枠と、そしてえ京都のようにもらって仕掛けて、あ、コーナーのラシド・ファラドにパスを狙ったが、しかしこれをカットされました。スピードに乗ってアリウープ狙った、サイズもらってからのシュート、エンドワン。セバスチャン・サイズのピックアンドロールを使ってロシター、ペイント内、サイズ、やや外、左45度に展開、テーブスカイのスリーポイント、大きい選手を3枚並べて、ま、サイズ選手があそこに位置してますね、ここですよね、はいはい、そしてコーナーで待っていた小坂部のスリーポイント、ね、ゾーンを攻略できましたね。しまして小坂部がプッシュして右に展開、テーブススピードがある、そのまままたの間を通したパス、今度メインデルにパスを供給しました。鮮やかなパスとしてメインデルのスリーポイント、テーブスのパス、ここで右に展開して、ここから一気にペイント内に入って、このパスです、はい、そして待ち構えていたコーナーステイのメインデルのスリーポイント、完全に内側に集中力が、気がいっていますので、メインデル難なく射抜いています。ジョーンズがついています、ブダイテスがヘルプに行く、そしてネイルの位置からのツーポイントジャンパー、このフリースローエリアの中からもう一つ作ります、ロシターとの2面ゲーム、ピックアンドロール、左45度に近い位置からメインデール、ね、しっかりと、テーブス海選手がボール、ゴールさん、ジャクソンが待ち構えていますが、向こう側からバランスキーのスリーポイント、これを決めたかった、コースの展開が早い、そしてパスもらってダンク、ロシターのダンクでした。またテーブスのすごいパスからのダンク、まあ、決まったところで前半終了となりました。ディフェンス対応しています、グダイティスを使ってもらってのシュート、フローター、カウントですね、あ、今のゴールもカウントされました、はい、もう一度、今度はテーブスとの数年ゲーム、もう一度ピックアンドロールからもらってペイント、少しやや遠いところからでも決めてみせました。グダイティスもらいに行っていますが、まだ持っています、外にパス、メインデルがワイドオープンの状態、指示を与えているポイントガード小西、ジャクソンがピックアンドロール、ゴール下に向かう動き、そしてパスを供給してもらってから、あー、今度はテーブス海のブロックだ、アウトナンバーの状態、そうですね、今あ、そしてタイムアウト明けに点を取ってきました、サイズの旦那、来年のパリオリンピックを見据えるという、選手もいる両チームです。テーブスカイ、いや、もう存分にね、今日はこの2戦というのは存在感を示してますね。そうですね、本当に